本日の無添加ご飯です。何マグロだっけこれ。メバチマグロとカツオとこれ白子ポン酢あったたかいバージョン。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。初めては日本酒はどっちがいいですか。風の森と これも同じ、ちょっと似てるかもしれない。風の森、何それないです。これは奈良のお酒で、三室、三室杉。前にも飲んだことある。辛口特別。どっちがいい。いや、そっちに。こっちにしようか。え、前に飲んだことあるの。ずいぶん前に。でも2種類か3種類あるから。刺身こっちの方が合いそうなんだけど。あ、そうだ、そっちの。これ止めて、待ち、あの時間計ってたから。絶対そっちの方が合うと思う。でもビールで乾杯しよう。はい、じゃあお父さん、マスターズドリーム。乾杯、これ。はい、乾杯。乾杯。刺身のつま。このシャコポン酢、あのこれわさび醤油つけて食べてほしい、ね、これシラ、はい、じゃあお父さん一口だな、あんまり好きじゃない。大丈夫、あのお湯で湯がいたから大丈夫。俺そんな食えないけど。どうした、食べるよ。これでいいか。お父さんちょっと食べてね。これ何つけて、これお醤油ポン、それ何、ポン酢でもいいし。これ添加物入ってるやつじゃない。入ってないよ。だ、はい、あのちょっとあったかいから早めに食ったから。ポン酢、醤油でもポン酢でもいい、どっちがいい。ポン酢、これ入れた方がいいと思う。薬味、そう、最初これだけ、うん、ポン酢だけ、はい、あ、醤油で最初食べようかったな。いただきます。いただきます。おいしい。え、めったにやるの。うん、これも日本酒、ご飯いけるやつだこれ。これタラのやつか、うん、美味しい、クリーミー、うん、うまい、美味しい、あったかいの、ステーキが湯がいた、うん、うまいわ、思ったより、思ったより美味しいね、うん、臭みもないわ、うん、臭みない、湯がいたからいいね、うん、うん、うまい、湯がかないとダメ、うん、あの塩で炒めとった、うん、最初茹でたのか、うん、茹でた方がいい、美味しい。で、あのうまい、もみじおろし、うん、これにもみじおろしか、これは大根赤いけど、うん、もみじおろし作るのめんどくさいから、あのこの唐辛子で、唐辛子代用。大根なの？赤い大根売ってた。珍しいな、赤い大根。もみじおろし。これ開けちゃっていいの？これ。いいよ、開けて。あ、開けていいよ。きれいな切り方して。でもさ、あそこも一味かもしれない。まず大根おろしだけで。あ、一味ありました、これ一味だった、見て、一味じゃん、それ七味って書いてあるけど。そうなの、じゃあこっちで先に行って、うん、これは大体大根おろしも美味しい、美味しいよそれ、うん、ちょ大根おろしに今度一味、大根はあの野菜、もみじおろし一味入れて、もみじおろししたら、うん、じゃあお父さんは、あ、これか、うん、大根おろしに入れてみる。大根おろし、俺がチョイスする、うん、これ、大根おろしちょっとこれ入れて、醤油、いや、ポン酢の方がいい、これで、うん、ポン酢ちょっと入れたけど、もっとこんぐらいと思う。あ、そう、はい、食べてみし、あ、ちょっとこれ、一味、一味入れた、入れてない、いっぱいほぐれるの、はい、多分美味しいよ。あたきうちに食べたのに、白子ポン酢、うん、はい、これはうまいと思う、うん、そうだ、
これ一品みんな食うぞ。そうだよ、うん、あの一緒に食べるぞ。これもネギやろう、うん、ここってる。本当に大根だ。大根だし赤いけどね、味大根、うん、味大根。見た目気にしないもんね。いただきます。珍しい大根。うん、美味しい。ネギ入れた。うまい。このね、うん、白子の濃厚なクリーミーのと、あ、辛い。ポン酢の酸味と、うん、この辛みがあって、美味しい。このハーモニーがすごい。初めて食べた白子ね。しかもこれお店だったら、うん、自分の好きな味付けできないから、うん、最高です。これ350円だよ。350円。高いよ。食べると。350円だもん。150円。一人前800円する。うん。飲み屋で。しかもこれここのオリジナルの味付けできるから。美味しい。うまい。やっぱりちょっとどうだろう。刺身って思い出す。じゃあお酒にする。いる、お酒のさ、うん、酒おちょこある、ある、持ってきたお酒。何だっけ。これはネギだ。これネギかけちゃう。あ、また別だな。あ、ここに入れちゃうか。ネギはカツオカツオに使うよ。うん。じゃあじゃあカツ、あの白子ポン酢と一緒じゃまずいよね、カツオ。北海道の美味しさ。まっすぐ。うん。こうじゃないんですよ。別のがいいか。あとはわさび。じゃあちょっと日本酒入れますよ。この三室杉辛口。いつもの君島屋さんで購入。これ何入れる？これカツオ。カツオ？はい。お父さん、はい。お酒。カツオだから。はい。うん。あ、ありがとう。眠りすぎ。あの、辛口って書いてあった。これあれだよ。乾杯。はい、乾杯。いただきます。いただきます。うまい。もっと自由に、もっと効果的に、できればな、なんて。カツオ、カツオは。うまいけど、思ったより辛いっていうか、風のぼりっぽい味ですね。ちょっとね。今日はお刺身がね、カツオのたたきと、カツオのたたき、あとカジキマグロ、カジキマグロじゃない、メジマグロ、メジマグロ、うん、そんなんだっけ。そうだよ、メジマグロ、メバチマグロ、あ、メバチだ、ごめん、メバチ。これはこのままだったっけ。うん、わさび醤油でこれ食べるの、つけて。わさび醤油、うん、このさ、あのお刺身も、はい、大丈夫？汚い、ちょっと汚いけどいい。洗ってこようか。洗ってこようか。それは落ちないよ、普通の洗いじゃん。綺麗なの探して。このメバチマグロも400、500円だったよね。あ、そう、安かった。ずいぶん安いよ。すごく来るわね、うん、そういうのじゃね、買わないから。すごい目利きがいいじゃん。しかもね、そんなかが特価みたいな感じ、なんつうの？これ新しいの。お得な品みたいな。うん、すごいね、お得な品。え、うん、割引だもんね。うん、私は元気割引になってないんだよ。1時半、2時前だと。うん、あれ。おへの大盛り。ね？すごい。わさび入ってるよね。わさび？入ってんでしょ？刺身かこれ。そう。これ刺身いただきます。メバチマグロ。メバチ。いただきます。うん。美味しい。うん。うまい。うまい。うん。うん。みんながすごいお金、高いの買わなくていいね。俺はこれ飯。飯だって。まだでしょ、ご飯。取っとけばいいじゃん。ご飯と一緒に食べたいんだよ。うん。最初は巻いて食べるんでしょ。ああ、海苔巻きね。入院病棟は使えない状態。叩き。当時39人い
婚を余儀なくされました。3階にあるのは手術室大丈夫大丈夫大丈夫。電気をつけると、あ、叩きだ、叩きってた、うん、こっちだ。先俺わさびで食べる絶対。どれから手をつけていいの迷っちゃう。これは何だったっけ、うん、それはわさび醤油で食べる。わさび醤油、つま、うん、私はわさびで食べてる。町から非常用タンクへの給水があるものの、使える量は最低限だといいます。ポン酢がさ、ポン酢なんや、うん、白子が美味しいから、うん、これご飯食べよう、これで。もみじおいし作って。ポン酢。朝ビール飲む、うん。辛いから。うん。うん、あれよ、あれ。あのもう一つ買ったやつ、あの夜な夜なの夜な夜なね、うん、慣れない避難生活で体調を崩す人たち。ビールは美味しいよね。私ビール好きだな、やっぱり。これは日本酒。何？一人で暮らす89歳の女性は、うん、白子お父さんはこれ何だったっけ。あ、カツオ、カツオ食べる、これカツオ。近所に住む女性に体調不良を訴え、はい、これさ、あの醤油かけて、醤油、うん、これつければいいんだ。あ、なんかわさびじゃなくて、カツオは生姜とネギの方が違う、あのネギの方が美味しい、はい、うん、そう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 、それで食べる。すぐに見てもらえる病院が限られているのも被災地の現状。わかめもいいんだよ、うん、これ大根足、これで全部、うん、そう。じゃ残しとこう、あのつゆは残したらね。これあの焼き魚、これ今日癒しもあるんですよ。あ、そうだ、残しとかない、うん、これね、ドレッシングかけても美味しいよ、これ大根。塩、塩も。発熱の症状を訴えていた夫婦は検査をしたところ、どれしんだこれしか、うん、あるよ、買ってきた、あの中身、うん、でもなんかその瓶が汚いから瓶に買ってきた。1回あるんだ、瓶に買うの、瓶に買おうかな、どっちにしようかなと考えたの。中身は買ったの、どうしよう、洗おうか、もったいないから、うん、洗って乾かすか、中身は買った、それでいいと思う。じゃあ一旦これ使い終わったら洗った方がいい、うん、そうだよ。マグロもさ、あれね、そんななんかトロ、中トロっぽいのって高いじゃん、うん、あれじゃなくてもいいんだね、うん、うん、ね、中トロっぽいよね、うん、ただマグロの種類が違うだけだよね、うん、うん、全然筋がないもん、これ。いや、それは俺が探したんだ。あ、そう、偉い。筋、うん、筋っぽいのもあった、ね。あった、すごいなと思って。よく探したね。うん、ずっと見て。すごい、てるきはね、安いの買ってくる。え？安いの、偉いね。何が安い？何でも。お手頃のを選んで買ってくる。この魚も。話が聞いてる、うん、何だか知らんけど。大丈夫？ティッシュいる？あの、美味しい。これも、あの、バカにできないね。割引のしたやつあったんだけど、うん、ちょっと鮮度のこと考えたら、うん、一番良くて、値段的にも良さげなやつを探したから。美味しい。これ安いじゃん。うん、1000いくらなので買う必要ないね。うん、美味しい。早く。美味しいんだ。そう、全然そういう柵なんか見ない、柵っていうのあれは柵なんか見ないで切ったの、なんか油があるようなのを選んじゃってさ、ちょっとすごい高いよ、値段が何倍ぐらい違う、全然いいじゃんこれ、うん、ね、
して実家を思う気持ちもあるし、母として子供らを守らなきゃ、このまま食べる分にお醤油入れた、俺、あれこれ一つこれ丸々食うの、そうだよ、あこれ食べるからさ、お母さんあとこれ一個食べて、うん、これだけ取って食べんじゃないのご飯で、うん、きれいに、いい、持って全部食べちゃう、あ入れてるから入れた、これ一個一個取って、ちっちゃいやつでいいよ、いいの、取ってるだから、うん、いいの、うん、食べて、うん、いただき、これはどれだっけ、こっちだ、これそれ食べるにはちょっと大根おろし足りないから、これ、うん、あ、そうか、あのイワシにも使うから、いいですよ、ちょっとわさびで食べてみる、あわさびいいかもしれない、俺もわさび食べよう、うん、ちょっといいかもしれない、医療とともに心身のケアも必要だとして、そうそう、一口で食べればよくない、一口で多い、切ってもいいけど、自宅で食べるとさ、そういうこういう味変がいろいろできるからいいんだよ、うん、そうだね、いや白子は初めてだった、白子は本当に初めてだ、ね、やっぱり一手間前当たったんだよ白子で、うん、私白子なんて買ったことないよ、お父さん、どこで食べたの、うちでも食べたしね、嘘、食べてないよ、一番悪いのがね、どっかの寿司屋で食った時に入ったの、白子、あ、甘たかどっかだ、私は出してない、お父さん、私白子なんて買ったことないよ、うちで買ったんじゃなくて寿司屋のあれで、うん、おいしい白子、おいしい、初めてマグロね、漬けにしとくと味しみておいしいよ、ああ、ここでね、うん、甘々チキン、この野菜食べる、野菜いただきます、わかめも体にいいんだ、ドレッシングでもいいんだよ、食べる、お父さんこの頃野菜食べることにしたんだ、すごいじゃん、すごいじゃん、 お父さん野菜嫌いだったね、薬、うん、より野菜の方がいいんじゃない、野菜いいんだよ、どこで感化されたのよ、野菜、そうだよ、これ見た目はあれだけど、ね、大根ですね、鼻水が流れてしょうがない、なんでか知らないけどもな、布団に入ると寒くて鼻水が出る、あれは花粉症じゃないの、醤油も取ってきて、もう花粉症、これあドレッシングかけても美味しいよ、花粉症かもしれないよ、お父さん、花粉症か、そうだよ、美味しさ詰まった茶葉の香り際立つ、美味しい醤油、美味しいカフェインゼロリプトンアップルベーコン、スーモで簡単、スライサラス 1LDK で新しい醤油すぐく使っちゃう、料理も好きです、この醤油だ、このでっかい醤油、モルダイグ年に1回の生活クラブの醤油です、テレビの分も1本あるよ、あやっと、これは年に1回しか販売しない、すごすぎ、私 CM 出演2年目なのに、 C 兄さんなら松井証券手数料無料、冷蔵庫に入れてんだ、チャレンジ受験ボールベンチコーナー、この日中長くても大丈夫ですよ、すみません、そろそろ焼き魚いいですか、いいですよ、あれ塩、お父さん食べれなくなっちゃったの、タグヤさん、え、あ塩まぶすの、塩パパと あれって洗わなくていいのかな、これ醤油だったっけ、あ醤油ない、これでかけて食べたもん、ドレッシング、サラダ感覚で、はいどうぞ、あれね、あの軽くグリーンの力で少しの生き物たちを守っていく、エビスと黒ラベルでいいとこ取り、何言ってんの、そんなうまい話ないでしょ、塩は私持ってったどっかに、あないよほとんど、じゃあいい、無理、あ洗ってからです、あっちの塩でいった、嫌でしょ、いいよ、ね、足りないと思うよ、ね、新しいのじゃないと、網網じゃなくてこれにするんだ、うん、こっち流行ってんの、くっつかないでいい、
網だとくっつくんだよね、取るとき、うん、これで、はい、よなよなビール、俺よなよな好きだけど、いいね、お母さんよなよな、うん、いただきます。16日、イギリス議会に出席した富士通の幹部はこのように述べ、冤罪被害者の救済に関与する姿勢を示しました。この日は他にも郵便局長などをしていた被害者らも出席しました。はい、この問題について富士通はかねて問題を厳粛に受け止めています。米国子会社が全面的に協力しておりますと。お父さんもちょっと飲む。ビール。ビール。ちょっと一口飲む。安倍派の会計責任者が東京地検特捜部の任意の事情聴取に対し、ちょっと飲んでみ、先に。先にこれ飲んで。美味しい。入ってる。入ってる。じゃあ一口飲んでみ。初めだから。もっと欲しい。何の泡だよ。ビールだよ。ちょっと飲んでみ。泡だよ。泡だって。安倍派では会長が不在となった一昨年8月以降、菊花学を廃止する方針が撤回されていて、特捜部は当時幹部らで不当な協議が行われたのか詰めの捜査をしていると言われます。その後の関係者への取材で、安倍派の会計責任者がこれまでの任意の事情聴取に対し、会長不在後はやっぱりいつも飲んでるのと違うね、収支報告書への不記載について相談していないという趣旨のサラダ風にしちゃう。結構柑橘っぽい味ですね。柑橘っぽい。特捜部は船はこんなんだったっけ。派閥幹部らへの任意聴取に区切りをつけ、会計責任者の供述などを踏まえて、近く派閥側や各議員側の刑事処分について最終判断をするものと見られます。今月2日、羽田空港で発生した航空機の衝突事故後初めて、日本航空と海上保安庁のトップが会見を開きました。この再発防止に業界として全力を挙げてやってまいる、そういった決意でおります。日本航空の赤坂社長は乗客乗員379人が全員脱出できたことについて、乗務員が日頃の訓練を生かしてくれた、それとなんだかお客様のご協力があってこそと感謝を述べました。両方で飯用にとって、うん、航空機と管制官のやり取りが口頭の無線のみで行われていることについて、アナログな世界が残っていて、イワシもあるよ、長年航空機界としてリスクと捉えてきたと指摘し、今回の事故から何らかの教訓が引き出せると話しました。一方、海上保安庁の石井長官は事故について食べやすいんだね、かけがえのない職員を失ったことは痛恨の極みと述べました。現在羽田航空基地では航空機の運用を停止していますが、事故関係者がかなりダメージを受けているということで、しじみの味噌汁もある。運行体制の確立を最優先に取り組むとしています。いい匂いしてた、うん、大丈夫か。大丈夫よ、作ったのです。速報です。第170回芥川賞直木賞の選考会が行われ、受賞作が先ほど発表されました。今日の午後4時から都内で行われていた芥川賞直木賞の選考会ですが、純文学の中短編作品に贈られる芥川賞を受賞したのは九段理恵さんの東京と道場等です。普通にやると9分だけど、9分じゃ多いかも。建築家の主人公が生成 AI が普及する現代に、仕事と心情の違いで苦悩しながらもパワフルに未来を追求する物語です。2度目のノミネートで受賞となりました。一方、大衆文学作品に贈られる直木賞ですが、現在も選考が続いている模様です。牧根学さんの8月の御所グラウンドや加藤茂明さんの慣れの果てなど6作品が候補に上がっていますが、選考はまだ続いているようです。現在会場の様子をご覧いただいています。芥川賞直木賞の贈呈式は2月下旬に東京都内で行われる予定です。以上、今日これをお伝えしました。今日もご覧いただきありがとうございました。この後は上田と女が吠える夜、新春3時間スペシャル。マツコさんとあのちゃんが初対面でスタジオ大混乱です。一体どうなる。今ね、いい焦げ目がついて、今ひっくり返してまた一回用意した、うん、あれ、うまい。焼いたぼんごり、イワシ今できた。これ3尾で200円のイワシ。安い。いただきます。うまい。これやっていい匂いする。みんな友
友達な感じですよ、ね、あの骨は食べないんだもんねこれ、うん、食べれば骨が取れるよ、うん、で腹は取ったら骨見てみて塩やってんだった塩軽く振った味ついてるから、うん、軽く振ったよしょっぱいとあれだからえどうやって食べてんのお父さん私は食ったでそのままでも美味しい、うん、うまいねなんかこれかけるって言わなかった、うん、これ本当骨が取れる取れた見てみて骨が全部取れる油が濃厚でやばいちょっと食べてたうまいこんな濃厚なんだ油が乗って、うん、美味しいね、うん、全部骨取ってるよ、お父さん。見て。骨が全部取れる。すごいうまそうな食べ方じゃん。すごいじゃん。大根おろし。大根おろし全部取れる。ある、うん、ある？ない、入ってない。ほら、完璧にみんな取れたよ。あ、すごいじゃん。黒さん綺麗に取れてる。あ、取れた。うまいじゃん。これ醤油？軽く塩振ったから。え、これ生じゃないよこれ。うん？火取ってる？火取ってますよ。火取ってる。12分やる。このまま食べれる。うん。軽く塩をしたけど。いい味。うん。そのまま食べれてもいい味だった。冷やしってやっぱり売ってないもんね。うまい。うまい。すごいチョイス。よくイワシの買う気になったね。よく食べた。このまま飯で食ってもいい。このまま飯で行く。そっちもそうじゃん。あ、これなんだよ。これで食べるっつったじゃん。あれか。イワシ安くてさ、美味しい。だからこれは食べて、これでご飯食べればいいじゃん。これ酒か焼酎か。どうする？持ってくる。焼酎にする？どっちでもいいよ。お酒持ってくる。うん。これ食いすぎかな。食いすぎないよ。ご飯軽くち。そんなこあのそんなポップコーンなんか食ってるからで食いすぎになっちゃう。あとねもう一個ね。食いすぎじゃないよ。だってご飯軽く一膳だよ。はい、ありがとう。だってほら、野菜と魚だから、肉じゃないから大丈夫。食いすぎじゃない。これもあるんだよ。うん。だからゆっくり食べればね。これでご飯食べてさ。これはもういらない。うん。昨日の残した冷凍にあるよもう出しておいてもいいやん、うん、ちょ出してなんか忘れてると思ったらピーマンだすごいじゃん鼻水が治りました。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりさ、パワーが来てんだね。いつもだったらなんか頭痛いねとかさ、なんか言ってお願いしますとか。今日はね、頭痛くないんだよ。不思議と。たくさん持ってますし、痛くない。セリフィールと医者いらないと思う。だってね、痛みがなくなるのよ。どういうわけかね。私はここいつも痛いの、ここが。今、大丈夫？今、
痛くないのよ。昨日も痛くない。よかったけど、今日テルキに頼めってのにね、痛い時は頼むけど、店がありました。薬飲まない。人気のわけは30年以上変わらない。不思議だよね、なんでだろうね。それが電気なんだよ。お客さんを裏切らない。痛くないんだけど、あ、そばにいるだけでいいんだ。そばにいるから。そばにいても何もしないけど、何だか知らないけど、こう無理無理やってやると思うね。いいの？お父さんそういうの分かんの？自分はよく言ってるよ。すごくない？霊気が霊気がって、テルキに頼め頼めって言ってるの。お父さんそういうの才能あんのかもしれない。おばさんはね、炎上してるのか何してるのか知らんけどもね、うん、痛えとかなんとかしょっちゅう言うよね。言うけど、定期に、定期でね、テルキに頼めっていうのに、まあ、私はあんまり頼んでないかもしれないけど。でも、俺は信じて、すべてお任せして。なんだかって。あ、でもこの頃頼んでるよ。ちょっと痛いのはなくない。今日はさ、そばにいるから全然痛くないの。どういうわけ？いや、外にいても家にいても関係ねえな。今そばにいるからさ、何にも言わなくても感じんじゃない？やっぱり言わないけどダメなんだよ。あ、楽になったとか辛くなったとか。今日は痛くない。寝る前に、うん、遠隔で送ってるけど、寝る前に遠隔で送ってんだって、霊気を。だからさ、だからね、急に肩が楽になったりね。するんだ。お父さんってすごい敏感だよ。ああ、痛いっつったらすぐテルキに頼めって言うよね。この頃言うよね。私が遠慮して何もしてなかったけど、たまたまお父さんに言ったんだよね。なんか頭が痛いんだって言ったら、すぐ頼んだがいいよテルキにって言って。お前は自分の体が過信してるからね。もう年を取ったらね、具合悪い時にはテリキさんっていう人がいるからね。テリキさんっていう人がいるから。いえいえ、ありがとうございますけど。嫌だお父さん。嫌だってことだよね。私よりずうずしいじゃん。ずうずしいわね。そうだね。逆に。やっぱりね、信頼と霊気が結びついてる。信頼と霊気だって。お父さん頼んでんの？いつも頼んでんの？ちょっとだよ。本当、うん、頭が痛い、首が痛い、肩が痛い、耳が遠い。ずうずしいね、本当に。そんなこと言ってんの？やっぱりね、そばにいて、まあ、身内なんだからね、どん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 医者よりもテルキ。お父さんずいぶんパワーもらっちゃってんじゃん。医者よりもテルキだって。いや、すいません、すごいね。ありがとうございます、本当に。お父さん、テルキいなかったらすぐ死んじゃう。いやいやいや、そんなことないけどさ。そんなことないけど。家族葬でもう終わってるかもしれない。いやいやいや、でもありがたいです。俺の死んだ時はね、あの変なのもう100人も200人もいるあれにね、ガタガタ言われる。まあ、家族葬でもって終わりましたので、お知らせいたしますと。それでやった方がね、なんだ、いろいろ関係してる人が300名か何百名かいるんだけど、いちいちやってたらしょうがないけど。家族葬で終わりましたので、それしかね、変なものもね、公園でなんだかんだってもらってるとね、大変なこと、面倒くさくなるからね、家族葬で終わりました。ありがとうございました。直太郎さんは2代目の店主。まあ、その手作りっていうのも完全やっぱりベースになって、俺の知ってるところはいつも早いんだ。芸能人もさ、芸能人ももう終わりましたっていうのがあるもんね。スタッフとか家族のみで公伝だなんだかんだっていろいろもらってるとね、後が大変だから全部終わってます。家族葬で終わりましたのでありがとうございます。それいいんだよ。小平の人々にとっては
なくてはならないお店の。会もらった、ありがとうございました。なんだかんだってやってたらね、私の場合何百枚かになるかな、かもしれないけど、でも面倒くさいから、もう家族とで終わりましたので、すべて終わりだよ。今何かしてる。ちょっとこれ大丈夫これ。うん、大丈夫だよ。あれお父さん何だっけ。あ、ご飯か。小平の誇りでしょ。小平の誇り。そう、味しかも働く。だから高校へ入ってもしょっちゅうもうね、なんだか授業料が払えないとかなんとかって退学届けしょっちゅう出してたけど、誰かが止めてくれるんだよ。授業料払えなかったけど、誰かが、誰かが親切で卒業させてくれたっていう。お前の話もよく聞こえないけども、とにかくね、生活保護家庭だからね、昼飯もあの学校で弁当みんな食ってる時にね、食えないので、ね、自宅へ帰ってきてね、この時間あの家にいて、午後の時間が入るときに走って帰る。かわいそうな。え、ご飯じゃどうしてたの？え、ご飯。ご飯食わないよ。お腹すくじゃん。食うものがないから。食うものがないんだって、かわいそうな。なんか誰かくれなかったの、友達が。なんかあのだからその時間も家帰っちゃうんでしょ、みんなが食べてる。一口ちょうだいとかさ。だから昼飯食う時間が、食うものがなかったから、今も昼飯っていうのはほとんど食わなくても何も関係ない。それはなんか私に当てつけてる。続いての作業。でもさ、お父さんは苦労したってことみたいな。超一流っていうか、バカみたいに食うものがなかったの。うん、ありがとう。うちへ帰って何もなくて、どうしてまた。みんなね、飯食ってる時はね、やっぱり恥ずかしいからね。夕飯もないんだ。運動、あのなんか体育館でこう休んだりね。かわいそうな。あ、給食だったの？給食じゃないだろ。あ、給食だったの？給食あったけど。あ、給食あったけど、給食費払ってないから食べれないから帰ってたんだ。だから一口ちょうだいじゃないんだ。お弁当じゃないから。うん、今の時代はさ、そういう人はいないんだよね。給食費払えない人したら。給食はみんなやっぱりね、みんな弁当持って行ったんだけど、給食じゃないでしょ。あ、給食じゃなくて弁当だ。弁当だったからね。みんなが食ってる時はね、体育館で過ごしてるんで、かわいそうな。うちへね、もう走ってって、うちへ帰ったって何も食うもんないんだもんね。ひどいね。飯の食い終わった頃にまた走って学校行ってた。それってさ、今と違って援助がないんだよね、きっとね。生活保護家庭だったけどね。生活保護を受けてたの？まあ最低だね。私のすぐ下の弟は海に飛び込んで自殺しちゃった。それ結構時間経ってからでしょ、その大人になってからでしょ。大人になってからでしょ。何？高校じゃなくて大人になってから自殺したの、弟さん。そうだよ。いくつ下なの？2つくらいした。いなくなって、どうしたどうしたかなってしばらく経ってお父さんもう銀行員だったの？もう俺らは高か不高かね。銀行、まあ就職できたの？成績は良かったけどね、この頃はね、両親健在でないじゃ就職できなかったの。親父はシベリアの捕虜で、おふくろはね、もう死んでいないからね。まあ最高の不幸な人間で、だから学校はしょっちゅう退学届けを出して。あれだ、お前はね、高校行かなくてもいいから親父の仕事を手伝えって言われて。親父はね、ペンキ屋やってたからね、看板だとかなんだかの仕事やってたんだけど。お父さんに言われたってこと？
何の作業でしょうか。お父さんは高校行ってなくていいからって言われたの。高校行かなくて行く金がないからって言われたけどもね、やっぱりこのままじゃ自利品だから。でもやっぱり最低高校出ないと就職できないからね。なんか親父を助けることはないかと思ってね、高校受験しようと思ったら受験する金もねえんだよな。だけども生活保護を受けてた民生委員の人が非常に気を使ってくれて頑張れって言われたので、北海道で一番難しい高校の頭いいの同率なんか札幌工業高校ってできたばかりの電気科ってやつを受けたわけ、で受かったの。それでね、夜中にはね、親父やでお前は電気やってるぜって言われて、それはできないと布団の中に豆電気を入れてね、夜中で勉強してね、奇跡的に合格したのよ。まあそんなことがね、でもさ、お父さんに対して憎しみはないでしょ。え、憎しみはないの。憎しみも何もないでや、その頃本当はみんな星ベリアの捕虜だとか。でもなんかさ、母親は死んでいないけど、ちょっとひどいじゃん、お父さん。え、お父さんちょっとひどくない。できましたよっていう。何、お父さんちょっとひどくない。お前は高校なんか行かなくてもいいけどさ、行かなくてもいいって金や授業中なんだ、高校のその受験、あ、なんだろう、お金がないの。毎月の授業料の費用を払えないんだから、うん、だから俺の看板を手伝えって、うん、あ、兄貴はもう親父と一緒に気持ちやる看板やる、うん、だけどこんなことじゃもうどうしようもないと思って、まあ、なんか親父に助ければいいと思って、一番難しい高校の北海道で一番難しいところの、なんだろう、できたばかりの電気科の工業学校のあれを、あ、これが工業高校の。え、じゃあシベリアから帰ってきてペンキ屋やって、その後 いつ亡くなったの、お父さん。亡くなったのはその後しばらく経ってからだから、まあ、私と一緒、まああんまり分かんないんだね。もうとにかくね、一緒に兄弟も生活したことないんだから、もうあっちに親戚に引き取られて、何歳で死んじゃったの。ああ、子供5人を残してたから。だから兄弟一緒に生活したってことはねえじゃん。だから俺が何かあった時にみんなに話す、そういうことを話すと信じられねえってよく言われたけど、まあ、食べなさいこれ、うん、もういいです、これは前で食べるって言ったのね。これ何を、ご飯を海苔で、うん、その刺身で食べる。飛び込み自殺があって死体が浮いてて、その時は誰だか分からなかったけどね。2歳ぐらい下なの。2歳下、後藤君のりっていうのが、っていうのが新聞にちらっと出たよ。弟さんもなんか思い悩んでそうなったんだね。だからね、俺の人生みんなにかかると冗談でしょって言われる。かわいそうにな。お父さんに新聞見せてもらったことあるよ、うん、その自殺の、うん、え、本当どうしても、あ、お父さんにその自殺した新聞見せてもらったことある、うん、自殺したっていうね、新聞見せてもらったことあるだって、出る気は。この新聞がどこへ切り抜きなくなっちゃったの。私は見たことないけどさ。俺見せてもらったことある。ずいぶん前？ずいぶん前。ずいぶん前だよ。なんかあそこの仏壇のとこに出てたんだけど、消えちゃったの。だからね、何年、2、3年後に分かった、あれだからね。そうなの、うん、あ、一緒に暮らしてないからね、うん、一緒に生活したこと、もう一緒に生活していけるだけの
なバラバラだったね、うん、経済力がないのだからあちこちのおじさんおばさんが、うん、だから一緒に生活したこともないから、うん、いなくなっても別にわかんないもんね。たまたまなんだか新聞に後藤君のりって言うんだけど、海岸、うん、から飛び込み自殺で亡くなったみたいな新聞記事が出てる。だけど葬式だってのはなってやったのかどうかわかんねえよな。僕も死んでる。でもさ、もうあれでしょ、札幌かなんかのお墓に入ってるの。全然、ね、墓に入れて墓なんか買えない。じゃあどこに。墓ない人生なんだよ。じゃあ、 合同墓地かなんかに入ってんの。どこへ入ってたかもしれない。もうね、自殺しちゃってるからさ、混乱しちゃってる。気がついたらもう2年経ってる。合同のどっかに入ってたんだね。どこにいるか分かんないでしょ、うん、どこにいるか分かんないよね。とにかく複雑な人生でね。その話で、はい、私のでもさ、亡くなった弟さんっていくつぐらいの時？10代じゃないでしょ。もう20代だよ。20代だった。やっぱり精神的に弱かったんだね。自分たちの男じゃないかね。弱かったからとか分かんないですよね。分かんないけどさ、ねえ、大体ね、お互いにね、一緒に生活したことないから、なんだろう、背中に重さっていたぐらいだからな。だから体の一番弱い。だけど札幌の後藤純喜がね、あれはだけどすごいよな。日本ハムあるじゃない。ああ、日ハムのね。その日ハムのヤクルトかなんかじゃないの。ヤクルトじゃない。ね、居酒屋を作ってね。てね、順調だったのにね。すごいね。順調で、あれが死んだらない日本ハムのね。日本ハムだよ。ヤクルトじゃないの。ヤクルトじゃなかった。日本ハムだよ。ヤクルトだよ。ヤクルトだよ。ヤクルト、うん、ヤクルトがあっちにいて、ヤクルトだったよね、確か言ったのは。その選手たちのね、香典、うん、だとか、なんだか花のこんなあれがね、ずらーっと。だから本当に運が悪いよね。ほら、仕事中倒れたらすぐ救急車だけど、仕込み中だから誰もいなくて倒れちゃったんだよね。夜中にな、うん。だから誰も気づかない。雲真っ赤？雲真っ赤だからなんか脳だよね。あれ誰かがいたらもう助かってたんだよ。なんか怖い感じの。一度だけ子供の頃多分。あ、そう、私だってあの時あったよ。怖い。横浜に来てね。ちょっと怖い感じの。あつしがよくやってくれたよな。そうか。何をやってくれた。あつしはね。あれはどんな。あつしはもう行きたいったけどそんなよ金ねえからねよ。あれはどっかうちを飛び出してね、なんだ、ギターが何かのあれやったでしょ。車なんとかかんとか、なんか、一家家を構えても、うん、僕のあれで、とにかく、よくみんな複雑で生き残ったよな。じゃあその宅銀にその面接行った時に面接官がカラフトの人で豊原の宝永堂のお坊ちゃんだっていうのでお父さん受かったんだ、うん、そのご縁で それなかったら落ちてたかもね、うん、それなかったら落ちてたかどうか知らないけれども両親健在でないこと自体がね、あれだったけど、まあたまたま良かった、うん、よかったそれ。そのご縁がなかったら、まあ受かってないかもしれない。買えないし、そしたらお母さんとも会ってなかったかもしれない。もうこちらの方はまたね、あれだわ、させないでくれって言ってたのを間違って転勤させたもんだから。そうなんだ。転勤させると一つも置いたら。社宅から何から全部こう自動的に動いてくれないと大変なことになるわけや。
それで、 でもさ、移動させないでくれって言ったのに移動しちゃったのひどいね。ひどいね、そんな。移動しないでほしいって言ったのに移動。だからね、本当だよ。千葉県の菅原っていう町にの病院入院してたのがね、がんで入院してるのに転身させれたもんだから、こっちも困っちゃってさ、人事部に訴えたら多分あれ人事部で車をこう動かしてくれたんだ。で、菅原ってどこに行ったのかな。普通じゃないの。それで、冷凍の日清、日清中華スタンタメン2を送る、銀行の車で、癌で入院してる神さんを運んでくれたの。だけど、この今入院してる病院からこの新しいところへ転勤したらなくなりますよって言われたら、本当になくなっちゃったの。その時に同じ職場にいた、それは私は随分経ってきたんです。菊池弘子さんっていう人がいてね、変に同情してくれてね、それは知らないよ。だからね、学校の手続きもなんかいろんなあちこちの手続きが全くできないような状態で、まあ俺の人生は最悪だったね。だから最悪じゃないし、私がいたんだからでね、菊池ひろこさんっていうお姉さんが救ってくれてね。だけど本当大変だったんだよこれ。そんなあんたね、飯も炊けねえ、掃除洗濯もできやったことのないね、お姉さまがね、当時、今は全然できない。今はできるけどさ、あの頃26、7だからね。いや家ではほら、だからしょっちゅう泣いててよ。どこで泣くの。泣いてた私。だってお前飯も炊事洗濯も何もできないでさ、洗濯機あるし、一応やったけども、泣いてた私。大体ね、結婚してくれるなんてな、俺が希望したわけじゃないけども、ちょっとお父さん、ね、私泣いてませんけど、とにかく両親にね、こんなことでいいのでしょうかって、子供を連れて挨拶に行ったんだよ。あ、それは知ってた。そしたらでも、この子だったらいいだろうって言って、じいさんばあさんから困ったんだよね、あの二人がね、結婚してもいいよって言われた。だからね、悲惨だけども掃除洗濯炊事なんか全然やったことないんだから、まあしょっちゅう、まあ泣いてたような感じだね。どこで泣いてた。泣いてないわ。今見たく気が強い女たち。私泣いてた。ほんと。そうだよ、まあ、ねえ全然記憶ないんだよ。泣かれても私もどうしようもない。どこで泣いてたの。嘘でしょ。嘘っていうことないだよ。泣いてた。全然だってお前ね、なんだ、掃除はできるかもな、炊事もできない、洗濯機もいじったことない、何もしたことないのにね。でも作ったね、ちゃんと。それで、そうだよ、初めてご飯作ってね、4人分ご飯作るんだ。学校の PTA のなんとかかんとかっていうところに行くとね、お母さんでなくてお姉さんみたいだから来ないでくれって言われたりね。そんなこと言われる。来ないでくれなんて言わないわよ。よりお姉さんみたいだからっていうのは、そういうあれが出てた。だけどまあそんなこと言ったってね、事実は事実なんだから、お父さんお母さんが本心でこういうことを全部は言わなくても、そういった話だけはして。でもさ、よく作ったよね、ご飯ね。作ったことないのに4人分ね。だって電気掃除機も行ったことない、炊飯器も行ったことない、何もやらない。でもご飯よく作ったの私。味も今もそうかもしれないけど腕がいいんだきっと。だって初めてでもね、ちゃんと作ってあげたんだから。お母さんでも最初美味しくなかった。美味しくないかったかもしれないね。俺が生まれている時に美味しくなかったってことは相当美味しくなかったんじゃない。美味しくなかった最初。最初あんま美味しくなかったんじゃない。
でもさ、俺はクレーム言ったら美味しくなってきたけど、食べなきゃ生きていかれないから食べてたんじゃないのね、うん、だから食べてくれてたんじゃないの、うん、まあ文句は言わないよ言えないんでしょだけどこういう絵ね、もらえるんでしょうかったらいいって親父がね言ってくれたからね、なんかね、あの子だったら大丈夫だって思ったらしいよ。ほら、なんていうの、今は大丈夫でね、今は大丈夫じゃん。なんていうの、その頃はまあまあ、真面目っていうか、可愛いっていうか、うわーって言うあれでもないし、おとなしい感じで。まあ、それを自分たちで抑えてたのかもしれないけど、まあまあ、合格点だったの。ね。ね、もうね、大変。ガンでもってね、運ばれたら死ぬよって本当に死んじまったから、私の場合はその前に銀行へ行く前に子供たちの飯を炊飯器でセットして、で病院へタクシーで行って、タクシーに乗っていろいろ手続きしてから銀行行ったりなんかしてたから。お父さんがご飯作ってたんだ。それで私が銀行で倒れちゃったね。いやだ、そうなの。過労で疲れちゃって、うん、それで、それは私は知らないです。そんなことはいちいち言うとみんなに心配かけるからあれだけど、銀行で倒れちゃって、はい、全然その視点が違うじゃん。え、東村山かなんかだったの、辻川岡かなんかしも、ね、違うでしょ。今の支店長に東村山だよ。東村山かもしれない。あ、それはね、その後の転勤で東村山へ行った。しょっちゅう転勤してんじゃん。転勤結構するね。それね、それでテルキが生まれてた。違うわ、心配してに来て一緒になったんじゃん。え？心配してに来たでしょ。え、その時は奥さんも病気だったの？一緒になってる。いや、まあ、違うわ、病気だったの。結婚するのに、前の神さんがいるのにお前と結婚することなんかないよ。その時は病気だったの？もう死んでたの？もう死んでたんですよ。ちょっとそのところわかんないけど、そう？だから死ぬ前でも、だから亡くなってなかったらお母さんと結婚できないんだから。死んでないよね、まだ。心配してる時は。信仰は自然の時には死んでない、死んでないで生きてたけども、うん、その間で死んだから、その後、うん、その後転勤になったところで死んだんだ、だって信仰してんとは死んでないと思うよ。だから顔は知ってんのよ、ね、死ぬ前に。あ、信仰はしてんがね、回転してね、おばあさんがなんだか回転日の時に俺は初めて見たんだけど。誰のおばあさんよ。お前のおばあさん。新婚をしてんの、開店日にね。何しに来たの。なんか知らないけど。預金しに。うん、で紹介されて、今度ご挨拶に行きますって、それから挨拶に。全然わかんないんだけど私。とにかくね、みんなに話してるけど、俺くらい不幸な。いいじゃん、ま、こうでもさ、その後でもあの幸せになったんだから、いいじゃん、うん、ね。だけど人にはね、まあ、慕われたっていうかなんかおかしいけども、まるで例えば今野支店長だとかね、山田病院の院長だとかもね、お前通勤するの大変だから車やるから持ってけって言われてね。ああ、車ももらったんだよね、府中にいた頃ね、うん、だけど車持ってきてこんなのもらえるわけがありませんって言ったら、嫌だったらお前と取引やめるって言われて、仕方ないから銀行へ車もらいましたって言ったら、バカ野郎って言われて、そんなものもねもらえるわけないだろうかって言われてね、それでね事情を話したら聞かなかったことにするからって言って、あれ筒井川かかんなんかな、そうじゃない、車をもらったりね。私もよくその先生のとこ行ったよ。写真で見たことあるかもしれない。宮本先生でしょ、うん、ねえ、あの奥さんも知ってる。家に行ったよね、呼ばれてね、うん、私も行った。俺はなんかだからよく知ってくれたんだ、ね、いいご縁がある、うん、俺はなんか知らんけどね、
まあ、あんまり人から嫌われたことなくて、いい人、いい人に。あの先生はね、飯に呼んでくれたり、うん、なんかな、行事があったら呼んでくれたり、ああ、あの先生、車一台くれたからな。あの車ね、知ってる。テレキも乗ってた。写真見たことあるかもしれない、うん、記憶ないけど。あれスカイラインって言うんだっけ。なんだか私もよく運転できない。こんな車なんかもらえないって言ったら、もらえないって言ったらお前と取引やめるなんて言われて。なんか息子だと娘さんがアメリカに行くからもう使わなくなっちゃったから、うん、もらってくれって言われたって言ってた、理由はいろいろ作ったんだけども、この車持って銀行へって、この車はもらってきたんですけどって、バカ野郎ったか、そんなものもらえるわけないじゃん。めっちゃびっくりするわ。だからそれだけさ、取引先の人なんだけど可愛がれてたのね、お父さんはね。だけど、私もその行ったもん、家に、山田先生の家に。何してる人なの？医者だっけ？お医者さん。人脈っていうか、人にはいる、いい人ばかりで。医者かなんかやってた？医者、お医者さん？誰よ。山田先生って何やってる？山田先生はお医者さんだよ。もう、医師に呼ばれたりね。超金持ち。奥さんもいい人だよね。銀行で勤めてて、そんな呼ばれるってなかなかないよね。なかなかないよ。でもさ、どうやってそんな、好かれるコツってどうしたらそんな好かれる？なんだろうね、私まで行っちゃってさ。お父さんどうやってそんな好かれる？お寿司屋さんに連れて行かれた。羊が丘だよね。俺は何か知らないけどね、人に恵まれてるのは、もう、間違いないと思う。どうやったらそんな、疲れ、ね、疲れる。だからさ、あのほら、銀行業務で。お母さん、黙ってくるんですか？だからね、まあ、いろいろ、大体私はね、銀行員でないの。例えば、殺官もできないし、商業の簿記も習ったこともない。ねえ、いらっしゃいます。電気課だもん。それでね、銀行に入っちゃってね。電気課で入れることないよ、だって、電気課。昔ね、何十年前もね。銀行に入ることはなかった。まあ、北海道でね、100人来たらもう。なんでそこ入ったんだよ。だから、その、カラフトのご縁があったって言ってた。たまたま、銀行に無線室っていうのがあって、電気関係の仕事があったわけ。ああ、そこ行ったの？それで、そこへ入ったら、その電気関係の業務が、もう不要になっちゃって、その時はあれかな、市街通話、市街通話は無線でやってたの。だけども、市街通話が流通するようになったら、なくなっちゃって、お前の仕事なくなるけども、辞めるか銀行に残るかって言われたから、で銀行になったの。銀行に残ることになったの。ところがね、銀行に入ったって、そろばんも出てね、さすがもできない。もともと電気課だからね。銀行の動きも何も知らないでね、工業関係からそんなあれにね、乱乱したもんだから。本体にいたの、本体。もうとてもじゃないけどね、ものすごく苦労した、うん、だって本当は無線化があったから電気化だけど勤められたのに、無線化なくなっちゃったからすごい苦労したっていう。商業でね、もう簿記とかやってる人たちばっかりだね。その中でどうやって生き抜いたんですか？まあなんていうか、叱られたり怒られたりしながら、まあ耐え抜いて。ほんでお父さん銀星会に入ったんでしょ。銀星会。何銀星会？銀星会ってコーラスのね。この頃コーラスの高齢独身寮に入ってたの。で独身寮に入ってた寮隣に、まあな、前川さん。ああ前川さんって今も交流あるけどね。前川さんって2人前川さんがいて、寮隣の前川さんが一人は売借人にしてもらった前川さんだけど、もう亡くなっちゃったね。コーラスをしていて、それで、お前入れて、歌なんか歌ったこともないし、ねえ、声出したり踊れてるくらいの、
あ、そっから歌上手くなったの？歌なんか上手くなってね。だけど、そこでもって誘われてコーラスグループに入ったら、なんか漢字やらされたり、なんかいろいろやらされて、全国合唱コンクールの北海道代表で出たの？京都だとかなんだとかかんとか行ったの？出た時の漢字をやらされたりして、まあ、漢字向きだもんね。困り聞くじゃん。もう あそこはやってやってやってね、そういう感じ向きだよね。だからみんなに可愛がられたんでしょ。そこで歌を知ったっていうか覚えたっていうか、歌、それで歌作詞作曲とかその頃やってたの？作詞作曲なんかできるわけねえじゃん。でもやってたんでしょ。もうコーラスもできないのはね、作詞作曲が本当に不思議なもんだね。全くできなかったので、私がなんとなくできるようになったのは、大体あれだよ、その頃は歌も歌えないんだから、楽譜も読めない、楽器も弾けない、何もできないのに、よくできる。ギター弾いてたじゃん。なんとなくこう詩とメロディーがふわふわふわっとこう浮いてきたの？浮いてくるようになったの。それでなんかそこらにいっぱい書いてる曲を作ったの？作ったね。一番最初に、なんだろう、そういうことをやる場合には人事部長に登録しなければならないことになって、下手をすると、あ、本業をやりながら副収入を得てるので、退職になる可能性もあるなんて脅かされて、あ、そういう規則なの、うん、だけど、カクカクしかじかでこうなりましたって言ったら、なんか知らないけど、いいですよってなったの。小倉系じゃないけど、あれは金持ちで有名な人で、俺は貧乏人で、ただなんとなく作ったらなんとなくこう売れたような感じで、なんかね、日本で一番っていう、それはずいぶん昔でも最近でしょ。これが一番最初のあれなの、うん、日本で一番っていう曲を作ってあれしたらね、それが比較的売れたのと、おばあちゃんの歌っていう、それはだいぶ経ってた。お前が生まれたり生まれる前のいろいろ世話になったら、秋田のおばあちゃんがいたもんだから、おばあちゃんの歌というのを作ったら、それが東芝から発売されたの。で、発売されたのがなんだ、それこそ吉幾三だかなんだかよりも上になって、第なんだ、1回目の印刷したやつが全部売れちゃったらしいんだよ。で、続いていくかと思った時に、世の中が変わっちゃって、不景気になっちゃって、みんなバタバタバタバブルで、でまた整理回収だとかなんとか言ったんだけども、なんか知らないけど、息抜き、仕事いろいろやって嫌な時の息抜きに、なんとなくこうやってたら詩が生まれたり曲が生まれたり、詩とメロディーが同時にこう出てきたの、出てくるもんだから、それをやったのが将来にやったら10曲か20曲くらい、それもコンクールに、コンクール？おらんないかな。工房ガイドって言って、そういうコンクールやなんかの応募している団体だとか、日時だとか賞金だとか、そういうやつが毎月発行されてたの。それに応募したら、まあ、何回も何回も当選しちゃって、それでそういった何だ、曲を作った時に、何だろう、その時はまだカラオケっていうのがなかったな。
だって大体私がこんなところに応募してカラオケをあれして、なんだカラオケに乗るようなことは全く考えてね、考えられねえべ。お前が作ってやっても、はい、カラオケに入ってるよなんて言われても。で、たまたまこうやって、前はうちに有線弾いていたんだけど、突然その曲が流れてきたの。あ、これを私の歌だって言ってても、お前も死んだけど、それがあっても、ね、売れちまったの。それで、頑張れればよかったんだけど、突然世の中が不景気になって、カラオケからなんからそういった団体がみんな潰れちゃったね。だからまあずっと諦めてたんだけど、それにしてもなんだかジョイサウンドとかなんだとかカウントとか、それで出来上がった。お父さんでもさ、あの歌謡祭はすごいじゃん、自分でね設立して歌謡祭、ね、よくやったよね。私のやることはみんな歌謡祭ねって言われて、一人も手伝ったじゃん。私も手伝ったけど、まあ、確かにすごいって言われればすごいんだけども、別にその頃はなんかボランティアをやったらいいんじゃないかなと思って、仕事の合間にボランティアをやってたらねえ。だってこの収益全部あの福祉協会に寄付してんだよね。えよくやってたよね。そんなことでなんかいっぱい表彰状がもう数えきりね、まだどっかに表彰状があるけど、あの歌謡祭はすごいよ。だからねえ、いろいろみんなに苦労もかけたし迷惑もかけたし我慢したけれども、なんだか今はもうすっきりしたような状況かな。いいじゃん、やりたいことやってできたんだから、いいじゃん。普通そんな風に生きてる人あんまりいないから。年賀状もピークで300枚だからね。それも書けなくて、たらきが書いたじゃん。年賀状は、今は壊れちゃったんだ。130枚、だけどテレビにやってるのは80枚ぐらいになってたかもしれない。もうね、年賀状なんか書けるような状況は終わってるね。だからあれだ、今でもなんだか札幌でいろいろ活躍してたから、札幌の銀行員のお姉さんが、はい待ってますとかなんとかって言う。いや、お父さんさ、そういう言う割にはさ、こっち来てから一回も札幌、あの葬儀では行くけど、その銀星会の人たちに会いに行ったことないんだね。こっからお前札幌行くったら金もかかるし、お前そんなに行ってられるわけねえよ。まあ向こうからも来ないからしょうがないけど、だけど我が人生に悔いなしたらおかしいけども、天気っていうね素晴らしい息子に思えるいい、うん、よかったね。お前も途中でグレたりなんかして、グレてないけど、とんでもない息子だったけども、グレてはないけどさ、まあ、いいじゃん、もう自分のやりたいことやってさ、生きるっていうことはね、やりたいこともやらないでさ、ぐち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 してるより、やりたいことやって人生を謳歌した方がいいと思うね。人生を謳歌したことはないけども、まあ私はね、やりたいことやっていろんな人に恵まれたような感じだな、うん、まあ、そんなことで、まあ、これからまたあの世の入り口、この世の出口でも天の川あたりがこう迫ってるけれども、俺の場合はね、もう家族なんだ、在宅なんだったっけ、家族葬でしょ、在宅会家族葬でね、パッとやってパッと終わらした方がね、なんだ変なものをもらったりね、お返ししたりなんかするよりもね、在宅なんだ、家族葬でしょ、うん、在宅でなんかやらないんだけど、家族葬、一日葬、一日でいいかもね。
おばあちゃんの時一日だから本当一日でいい、いいと思う。家族葬で終わらせた方がね、なものを公典でなんかもらってお返しだなんかめんどくさいことやってるよりも、もう死んだ時は家族葬で死後何日か置いてから中に入れましたので、お知らせしますくらいの方がね、一番手数もかからない、迷惑かもしれない、お互いにいいと思うわ、ね、もう日にちが経ってから香典なんかもう送ってくるとかあんまりないと思う、ね、もらってお返しだからね、うん、いい人とごいい巡り合うご縁、いいご縁になるやん、なんかコツとかなんかないんですか。コツなんか何もないです。あるがまあ自然に、自然体で。自然体でそんな出会うの、その。自然体、だって特に何とかして、みんなに褒められようとか何とかと思ったことないんだからな。それでね、いろんな人に気に入られるってすごいな、うん、まあそれはあるね、年賀状でも300枚ぐらいやろうと思えばあるとてもじゃないけど、あ、お歳暮とかも出すもんね、お父さん。あ、お歳暮は出すけど、あれだね、もうあれだもんね、お歳暮はもうね、ほとんどもうね、うん、家族っていうかな、するのはできねえ。何できねえって、お返しはできるわよ。お返しはしてるじゃん。なんだ、住所ログ見てね、説明しても全然反応ゼロ。だってお父さんがやってるからいいじゃん。だからね。ね。まあ、俺はあとはもうあれで今88になるでしょ。そしたらもうせいぜい90。おばあちゃん91だ、ね、あとはあれだよ、それこそおばあちゃん家族葬の時期になるからね、本当はね、あの館内のあのそばに買ったあれはなんだ、葬式も出るし仮装もできるし、なんか一泊もなんか泊まる場所もあるし、そういった意味ではね、駅から5分か10分くらい。館内というところでもう買ってあるから、そこに親戚のものが来るんだったら来るでいいけども、そんなの知らせる前に家族葬をやっちゃって終わりましたの方がはるかにね、負担もかかんないし、だからやっぱりでしょ、人脈としてはいい人脈をこう知らないけどもある？得てるんじゃないかなと。これしかないんじゃない。あるよ、切れば。そうですかね。思うけども。切ればある。やっぱりあれだわ。人だな。え？一番大切なのは。人？人。人。別にこっちから何かしたわけじゃないけど、みんなこう。来てくれたから、なんで来てくれたか知らないけど、だからお父さんの人柄はいいからじゃない、ねえ、嫌だったら来ないし、うん、一番まあ今までで一番損してるのか何してるのかわかんないけども、整理回収機構っつって銀行が倒れた時の後始末の組織ができたので、その時に行ってくれって言われた時は、私は給料なしのボランティアかなと思ってたの。そんなわけないでしょ。そんなわけないじゃん。それでまあボランティアもちょっと興味あったから、お金くれたじゃん、もちろんボランティアで行ってみようと思ったの。だから人事部のやつもあんまり調べてなかったんで、まあ給料はどうなってんのかわかんないけどと思って、この整理回収機構っていうところへ面接に行ったんだよ。あなたはいくら欲しいですかって言われたけども、そんなのあるんだ、いくら欲しいですかって言われても、ボランティアだからただでねえかなと思って、言ったのそんなこと。だから黙ってたら人事部のやつもそれもよく調べてないで行ったもんだから、まあ何回も言われたんでしょうがなくて、年収の半分かそれ以下で
いいかなと思って500万くらいで売ったんだよ。だから私はボランティアだからいらないっていうことないけども、もらえないんじゃないかなと思って。だからこの政治改修機構の人事部の面接のやつたちがあまりにも少ないのでびっくりしたらしいんだよな。何が？普通だったら1000万から何ぼかもらう。それ私は今ただでボランティア。お父さんが言った金額は少ないからびっくりしたってこと？少ないからびっくりしたのと、俺はただだと思うんですよ。ただでどうしようと思ってたんだって。うん、そしたらね、なんか知らないけどいろいろ言ってみたらね、俺の給料が意外にも少なすぎるのでね。少なかったの？俺はただだと思ってた。まあやだ。でも いくらかくれたんでしょ？うん。半分くらいくれたのかな。じゃあ合ってんじゃん、その半分でね。半分だけど、同じ待遇の、あの資格のやつが1000万くらいもらってたんで。まあ、ごねれば上がったんだけど、最初からボランティアでタダかなと思ってたから。いやだ、ボランティアでタダなんてないでしょ、仕事で。そのままうずっとやってきたけどね。まあ、それでも、面白い。でもさ、ちゃんと給料は入ってたんでしょ？入ってたよ。うん、だけど、半額だね、みんな。だからお前には迷惑かけてるかもしらんという。そんなの全然知らない。半額かどうかも知らない私。だから案外淡々として、なんだあれだこれだってクレームつけないで飛び込んでいったことと、あ、欲をそんな出さなかったって言っちゃう。だからさ、こんな金、こんなに少ないのかよっていうのと、ただ働きだと思って行ったらお金が入ってたっていうのの、その差が違うのかもね。自分の受けるが、周りも違うんじゃないの、受け方がね。お父さんってそんなただ働きなんてあるわけないじゃん。そんな話しないけどさ。だから今でもそうだけども。あ、整理回収って近かったよ、あそこ。うん、小金町のとこ。あっちにあるの。小金町じゃないんだ。小金町の。最終的に小金町に来なかった？小金町はしてるのが、あれにはあの。最終的には。なんだ、たこ焼き好きな、なんだったっけ。知らないわ、たこ焼き。お前がいつも言ってた。誰よ、たこ焼き好きなの。たこ焼きの、なんとこちゃん。なんとかお前知ってたよ。なんかたこ焼きがどこだかの日本橋のたこ焼きを好きだ。たこ焼きじゃないじゃない、あのたい焼きじゃない、たい焼きじゃないの、たい焼き、お姉ちゃんって言わなかった、たい焼きのお兄ちゃんがね、会いたいって、毎月ね、千葉市からね。お兄ちゃんじゃない、お父さんの同僚でしょ。ああ、米ちゃんじゃないの？同僚じゃなくて俺の上で終わってたよ。なんか柳家のたい焼きくれたよね、うん、そうそう、買ってきてくれて。千葉県からね、仕事終わってから。その人は何？会いに来てね、飲もうつってね。この小金町まで？お父さんどこにいたの？人形町にいたの？人形町にいた時、あ、人形町でないよ。こっちにいた時にこっちへ来たの。来たの？小金町まで？すごいね。なんかよくたい焼きをお土産に持ってきたの、したら友達のなんか何ちゃんが、それは日本橋の時、日本橋からね、転勤だったの、ね、転勤してきた時もね、来たの千葉県のね、なん、その人さ、ほんでさ、お前の知ってるあれだよ、あれ知らないの。ほんでお父さんさ、その時小金町の時さ、あのなんだっけ、あの飲み屋なんだっけ、潰れた、 あそこを開拓したんだ、あそこを使ってたの、うん、ね、あそこも良かったのにね。だからその頃もなんだか知らんけどね、別に声かけて無理したわけじゃないけど、5人10人くらいはいつも集まって、ああ自分のことを隠したりなんかするんじゃなくて、
自分をさらけ出して逆に評価を受けることがあるわけだから、これからどう生きるか知らないけれども、普通にやってれば普通のことができるはずだ。だけど私の場合は何か知らないけど、よくいろんな人がついてきてくれたなと思ってびっくりしてるけど、こちらは創業1915年のカラスミ専門店、令久坊。それでご飯足りんの？テレキもあれだよ、ね、途中で切れたりなんかして、これはどうしようもないなと思ってたけど、今になってついてるっていうのは、お前を頼りにできるような状況になってることは、ね、今日はすごい助かった。本当助かった、ね、だってさ、チーフにまで電話出てもらって、こうやってもらって、もう理解して分かってもらってね、もう本当今日助かった、ね、やってもらって、ね、私なんか全然できないじゃん。もうあれで解決したんだよね。あれ新しくメールを登録してもらえばいいんだもんね。もうそれをさ、私分かんないから変なこと言っちゃったんだよ、きっと。いやー、本当ありがとうね。チーフにまで電話して出てもらって、もうね、分かるよね。なんかね、今ね、何でもスマホでね、やるの。何でもスマホでやるの、ね、スマホできないじゃん。俺だってできない。お父さんもできないと思うけど。だからなんか変に言っちゃったんだよね。そうじゃなかったらしいんだけど、でも会ってなかったんだよね、それがね。でも解決してくれたので、これを登録すれば終わる。大したじゃないけど、いやいやいや、大したことよ。そんな人いっぱいいるんだろうね。私みたいなおばちゃんがきっとパートでいるんだと思うよ。理解してないんだよね。だね、わ、今日本当助かったわ、出てもらって。すごい気になってた店があるんですよ。これで解決したんだから、こちらです。一つ解決したんですよ。よかった。いや、よかったですよ。本当によかった。私じゃあもうデタラメなことになってたじゃん。私みたいな人いっぱいいるかもね。スマホでわかんない人、お母さん味噌汁いただきます。しじみの味噌汁。おいしい。あっちい。熱いから水入れよう。大丈夫。うん、お母さんハイボールいただきました、うん、いただきます、うん、うまくない？美味しいです。私ね、自分で作って言うの変だけど、すげえうまいんだけど、外じゃ飲めないわ。だって外の薄いんだもん。なにこれ。レモンもちゃんと入ってるし、これ薬飲みて、リクだし。え、私もさ、スタンプ送ってんじゃん、うん、送ってるってあるでしょ。あれって無料じゃないよ。お母さんは無料じゃない、ね、携帯会社が違うから。あ、そうなんだ。私は無料ないんだ、うん、でもさ、あれもう一回100いくらだから、150円だから200円払ったらそれでいいんでしょ、うん、毎回。で、なんか他の欲しかったらどうしたらいいの？また買うの。
あ、見て、うん、あ、そういうことだ。お父さんのは使い放題みたいな、いくつか。ただ、うん、全部じゃないけど、どうせ大したあれやないですか。え、テリキのもタタンなの？俺も買ったやつと最近それ知ったの。ただタダで使えるの。うん、Y モバイルだとタダで使える。すごいいいよね、スタンプが。買ったやつは買ったけど、買ったやつがもらったんだけど、もらったのと買ったの見分けつかない。私はもらったのは見分けつかない。プレゼントとかでいけます。人がただなの、何回使ってもただ。うん、へー、そんななんだ。私はさ、よくほら、なんかLINE に入ってきたのでスタンプを取れるじゃん。うん、とさ、もう毎回もう広告が来るじゃん、広告が。私はそれ嫌なのよ。そんなの消してるうちに火になっちゃったからさ、うん、もう絶対それは嫌だから、絶対それはしてないんだけど、それしなくても済むけどさ。うん、あれするとさ、いろんなのもらえるもんね、スタンプね。あ、入ってくるよ。その歌詞もう毎回いっぱい来るよ。それ止めることできるよ。あ、できんの？一回もらって？一回もらって止めることできるよ。ああ、その一回がどれがいいのかわかんないけどさ、止めることできんだ。多分ブロックすれば止められると思う。みんなそんなのやってるよね。ああ、うん、あ、この間と違う、全然感じの違う。あ、やっぱりそういうのスタンプもらってんだなってわかる。ブロックすることもできるじゃん、もらって多分、そうなんだ。やってる？やってない。やってないでしょ。私もいいよ、めんどくさい。ちょっと入ってくんだもんね、いろいろね、宣伝がね。いや、それブロックすることできるから。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした、ありがとうございます。食べたじゃん。美味しいご飯ありがとうございます。一膳食べたね。感謝です。一膳は食べたね。うん、よかった。あ、これ残ってる。あ、それはいいよ。お父さん、お母さん、美味しいご飯ありがとうございます。感謝です。はい、愛してます。今日いろんなもん買ってきてありがとうございます。割安で買ってきてありがとうございます。とんでもないです。お母さん、お兄さん、どうもありがとうございます。お金かけてないよね。お金かけてなくてこんだけ使えるのすごいね。かかったんだろうや。いやー、安いや。私の買い物と全然違う。テレキはすごいの安いの、ちゃんと買ってくるの。どうしてって。じゃあ、お母さんが払ってくれる。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。おやすみなさい。チーン。チーン。よいしょ。じゃあよろしく、またね。おやすみなさい。お大事にね。ありがとう。痛くない？大丈夫か？大丈夫。お父さん痛くないでしょ。歯磨いてね。よしじゃね。お父さんありがとう。おやすみなさい。あ、どうもありがとうよ。ありがとう。え、大丈夫？行ける？大丈夫？くしゃみが出ちゃった。おやすみ。まあ、ごめんね。ちょっとくしゃみが出て。たまにちぎれる。ちょっと私も。これで取ってさ。うん。さんが今なんか全然感じのがよく分かるさ。いいじゃない？ほら、のり。はい。いただきます。うん、また食べるかもしれない。私はこれを、あ、最後ブチって帰っちゃった。
いただきます。いただきます。はい、初餅、初餅、ちょっと待って、違う、ん、初餅、うん、初餅、おいいじゃん、初餅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 、なんかこう、蛾が強いイメージと怖いイメージかなくて、今日みんな疑問なのに、やっぱり一人だけなと思って、うん、うまっ、うん、うん、マネージャーさんは、これ生活プログラム。うん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 。うまい。おいしい。うん。おいしい。超うま。一個はでも、初餅じゃないわ。一、うん、個ね、鏡餅、100円ショップで買ってさ、うん、それ炊飯器でやったのに溶けちゃったから、これ餅としていただいたのは初めて。うん、でも溶けちゃった、なんか、スライムみたいな、なんかもう。液体状になっちゃったから1個やったの、うん、こんなちっちゃいよ、うん、こんな本当に100円ショップの、はい、だそれが初めてだったけど、でもこの餅として食べたのは今日が初めて。私もこれ2回目かもしれない。お雑煮1回食べた、なんか ビー玉3個分、2個3個分ぐらいの大きさだったから、うん、ありがとうございます。あ、お餅食べないからね今ね。初餅美味しかったです、ありがとうございます、うん、感謝です。